こんにちは、速稼塾の久保です。今回も前回に引き続き広島県福山市のカムラについてちょっとお話していこうと思います。今ご覧いただいているのが前回アップした動画なんですけども、50名の方にねご覧いただいたのかなと思っております。4分ぐらいの動画ですね。でこちらの方にコメントをいただきまして、もっとこのカムラをね噂にしてくださいということだったんで、ちょっとね第2弾撮らせていただこうかと思っております。で今日はですね AI の方にこうやって聞いてみました。広島県福山市カムラの歴史について教えてくださいというふうに聞いてみると、福山市カムラの歴史についていろいろとね回答していただきました。その中でね古墳時代ってのがあったらしくって、松本古墳が存在してるっていうことでしたね。で今日はねこのことについてちょっとクローズアップしていこうと思います。まあなんせカムラといえば古墳なのかなっていうふうに思うわけなんですよ。その他ね神々にまつわる本当にありがたい由来ってのがあるんですけども、いろいろ話すとね長くなっちゃいますので、今回は松本古墳についてお話していこうと思いますね。はい、松本古墳で検索するとこのように出てきますね。福山市のホームページにも紹介されてますし、じゃらんっていうね旅の専門情報誌にもここが特集されております。その他ウィキペディアや文化遺産オンラインっていうようなね、こういったまとめサイトにも出てきてますね。それから古墳マップ結構有名なんですよね。でこちらが Google マップの方なんですけども、こちらのね赤いところにポイントを合わせていくと Google マップに地図が切り替わります。で松本古墳の写真っていうのは代表的なのがね5枚投稿されてますので、ちょっと見ていきましょうか。クリックすると見ることができます。これですね、広島県史跡松本古墳があるよっていう風に歩いていけるようになってます。2枚目、このような社があってですねお参りすることができるということで、この辺りが松本古墳なんですかね。なんとも霊験新たかですね。はい、そして全体像としてよく紹介されているのがこれです。だいたい50メートル前後の大きさで、周りをこうやってね個人がされている田畑に囲まれているのかなっていうところで、この環境はねこれからも守っていきたいですよね。太陽光パネルの中心に松本古墳がある図なんて見たくないですからね。はい、別の角度から撮った写真ですけども、こうやって道路を通じて歩いてお参りすることができて、この辺りに1枚目の写真のなんかね場所があったのかなって気がしないでもないですよね。それからここになんか管理棟かなんかがあります。多分これは個人のお宅ではないと思うんですけども、詳しいことは分かりません。実際に私もねロケに行ってみようかと思いますんで、もうちょっと待ってくださいね。はい、別の角度から撮った写真ですね。このように車で直接ここに乗りつけるのはちょっとねご遠慮いただいて、近くから歩いていくのが風情を感じてよろしいかと思います。で大きなマンションがもう背景に見えますよね。だからこのぐらい福山市の中心部から行きやすいところにあるっていうことでもあります。で最後の写真、このような形で案内板も出てますので、ぜひねこれご覧いただいて、私も行った際にはこれをねちょっと読んでこようかと思います。じゃあ写真を閉じて、もう一回松本古墳どの辺りにあるのか位置を確認しておきましょう。はい、どうですかね。松永っていう町がありますね。松永っていうのはこの前私が行った陸運局あの近くです。で福山っていうのはねこの辺りにありますね。もっとちょっと福山駅っていうのはもうズームアウトしてしまったんですけど、もうちょっと入れてみましょうか。まだかな。芦田川が出てきて東福山駅がここにありますね。で福山駅、これか、福山駅からちょっと離れてますかね。まあでもそんなびっくりするほど遠くないんで、ぜひねマイカーをご利用の方はこうやって松本古墳まで行ってみてください。で帰りはねあのラムーで買い物でもしてってください。ラムーは非常にあのお買い得なスーパーでございますんで、松永にあります。で松本古墳もう一回クリックしてみますと、このように出てきますね。うん、でコメント口コミがありますんで見てみましょう。松本古墳発掘調査によって、一辺32メートル、直径45メートル、
直径65メートルと実態の認識が変わってきたそうです。最近円墳であったことが分かったということが広島県教育委員会のホームページに詳しく載っていますと。本来はかなり大きい古墳であったとは驚きですと。古墳というのはね、昔の人のお墓と捉えてもいいのかなと思いますけども、ここに地域を支配したなんかね大物がいたんでしょうかね。松永っていう土地から松本さん永遠にっていう意味を込めて松永っていうのね地名がついたのかなとか思っちゃいますけども、どうでしょうか。はい、他のコメントです。坂本すみ子さん、純子さん、散歩でよく通ります。おお、近くなんですね。大きな穴が開いているだけで竹がいっぱい生えています。はい、この辺りではなかなかの規模の古墳というふうにね、書いてくださってる方もいますね。その他近くにこういった史跡もあるみたいなんで合わせて見ていきたいですよね。はい、まあ古墳っていうのはね、やっぱ昔の人の暮らしを知る上で現代に残された遺跡とも言えると思います。ちょっとなんかこう遺跡というとね、男の子の探検心をくすぐられるわけですけども、皆さんどのようにお感じだったでしょうか。それでは最後にですね、音声読み上げで終わっていこうと思います。いきます。福山市上村の歴史について。福山市上村は古くから歴史ある地域です。その歴史は日本神話にまで遡り、非常に興味深いものがあります。上村の名前の由来、上村という地名は日本書紀に記されている崇神天皇の時代に天照大神のご神体である御神教が鏡山の麓に移され祀られたことに由来するとされています。このことから上村は神の村という意味を持つようになったと考えられています。古代の歴史、松本古墳、上村には全長50メートルに達するホタテ貝式前方後円墳である松本古墳が存在します。これは上村が古代から集落として栄えていたことを示す重要な証拠です。水器や土器の発掘、上村周辺からは様々な種類の水器や土器が出土しており、古代の生活の様子を垣間見ることができます。近代以降の歴史、明治時代、1889年、明治22年、三村制施工され上村村となります。昭和時代、1954年、昭和29年に周辺の村と合併し松永市が誕生。その後松永市は福山市と合併し現在の福山市上村となります。上村の魅力、歴史的な背景、日本神話とのつながりや古代遺跡の存在など歴史的な背景が魅力です。自然豊かな環境、海に面しており、自然豊かな環境も魅力の一つです。地域住民の温かさ、歴史と自然に育まれた温かい地域住民が特徴です。まとめ、福山市上村は古くから人々が暮らし豊かな歴史と文化を育んできた地域です。日本神話とのつながりや古代遺跡の存在など歴史ファンにとっては魅力的な場所と言えるでしょう。また自然豊かな環境も魅力の一つであり、静かに過ごしたい方にもおすすめです。